ウィリアム通り武器庫に展示されるボムボムは第二次世界大戦中にカナダ陸軍が運用したシャーマン中戦車の一両である。第27機高連隊所属でいわゆる D-Day のノルマンディ上陸作戦以降北西ヨーロッパ各地で戦った。ボムは D-Day から V-E-Day まで間断なく戦った唯一のカナダ戦車である。現在、ボムは ケベック州シェルブルックのウィリアムドーリブ機構に展示されている。ボムとして知られる車両はアメリカ合衆国ミシュガン州フリントのゼネラルモーターズ社フィッシャー戦車賞で製造された M4A2 シャー,ーマン中戦車である。製造番号は8007で同戦車賞が製造した898番目の車両だった。この車両はイングランドへと送られた後、イギリス陸軍省によって 所属番号 T-152656 が与えられ、シェルブルックフュージリアーズ連隊 B 中隊に配属された。当時、同連隊は第2カナダ機構旅団の一部としてフランス進行への参加が決定しており、旧式の訓練戦車からシャーマン中戦車への装備更新を進めていた。B 中隊所属の戦車はいずれもバーバラや B グッドなど、 B を頭文字とする名が与えられていた。ボムはこれに習いつつ、また、フュージリアーズ連隊の連隊長に描かれた敵団に、触発された命名であったという。最初の上院は、戦車長、ハロルド・フルッター軍曹、総自手、ルディ・モラルトか9号長、副総縦手レッド・フレッチャーに投兵、砲手、AW ・ルドルフに投兵、装填手 JW、 タイニーホールに等兵らであった。1944年8月、ファレーズにて、敵狙撃兵の捜索を行うルフューズリエ、モンイコールロイヤル連隊の将兵。先行する車両は、シェルブルックフュージリアーズ連隊所属で、砲塔番号から、ボームと推測される。1944年6月6日、ジュノービーチへ上陸したボムは、シェルブルックフュージリアーズ連隊と共に、 ベルニエール・シュルメールへと前進し、直後にオティー及びビュローンをめぐる戦いに参加する。上陸からの2日間で、シェルブルック・フュージリアーズ連隊では41両もの敵戦車を撃破している。上陸作戦直後から、ドイツ側では連合国軍共闘砲を包囲するべく、各装甲部隊及び武装親衛隊の精鋭を派遣していた。シェルブルック・フュージリアーズ連隊も、 カーン周辺での戦闘やファレーズでの総統戦に参加している。当初、ボムにはコールサインとして22という数字が与えられていたが、7月にはシェルブルックフュージリアーズ連隊の戦車招待の再編があり、ボムは招待指揮者として新たにコールサイン21が与えられ、報道にもこの数字が書き込まれた。連合国軍が包囲を破った後、ボムは来た。 フランスやベルギー、オランダなど、北西ヨーロッパ各地を転戦し、その移動距離は 4000km にもなったという。1944年6月のノルマンディ方面の戦闘において、戦車長フルッターと副操縦手フレッチャーは、砲弾編を受けて負傷し、ポール・アイリス注意及びケンジェ・ロックに等兵と交代した。その翌月にはアイリスに代わりジョン・ウェイズリーニール中尉が、 戦車長となった。ニールは後に MC を受賞している。オランダ方面では、B 中隊長を兼ねるウォルター・ホワイト中尉が、ボムの戦車長を務めた。ドイツ国内における、ホーホバルト森林をめぐる戦いを経て、ホワイトの指揮下でライン川ほとりの偵察が行われた。兵士たちは、戦車の開口部をすべて密閉し、圧縮空気放送を巻きつけて、多少の浮力を与え、 即席の水陸両用戦車を作り上げた。これらの車両を用いて、周辺のドイツ軍守備隊への奇襲が行われ、間もなく一体が確保された。この数週間後、デーフェンテルをめぐる戦闘においてホワイトは、砲弾編を受け足を負傷した。公認の戦車長は、アーネストミンゴを注意であった。シェルブルックフュージリアーズ連隊は、アイセルコに沿って前進し、北、オランダを抜け、 ドイツ本国へと侵攻した。戦争最後の数日間、シェルブルック・フュージリアーズ連隊とボムは徹底抗戦を図る、強心的なドイツ軍部隊からの攻撃にさらされ、カナダ兵らは積み重なったドイツ兵の死体を遮蔽物にして戦い続けたという。やがて、国境近くの町、エムデンにてボムは終戦を迎えた。D デーから v デーまでの間、ボムは戦闘において、 合計6000発の砲弾を発射し、2発被弾し、そして1日たりとも前線を離れなかった。ボムはカナダ軍の戦車として D-Day から V-E-Day まで前線を離れなかった唯一の車両である。1945年に陸軍撮影隊が制作したドキュメンタリー映画ザ・グリーン・フィールズ・ビヨンドでは、ボム及び上員のウルドルフ、モラルと ホールが題材として取り上げられている。終戦後、ずトヘン方面で撮影されたボームと乗員たち。立っている4人は、両者の戦車長であるボムは、ベルギーのスクラップ置き場から回収され、カナダへと送り返された。第二次世界大戦中の北西ヨーロッパ戦線に従軍したカナダ戦車のうち、現在ボムを含む4両のみが、カナダ国内で保存されている。当初は、 ケベック州シェルブルックのシャンド・マルス公園に展示されていたが、後にウィリアム通り武器庫前へと移された。同武器庫は、シェルブルック・フュージリアーズ連隊を構成した民兵連隊の一つであるシェルブルック連隊のかつての中東地である。1964年、シェルブルック連隊と第7、11軽機兵連隊の統合により、シェルブルック軽機兵が新設され、この際に、 ボムも新連隊へと遺憾された。最後の戦車長だったミンゴーは、故郷のバスコシア州から、毎年シェルブルックを訪れ、ボムや、シェルブルックフュージリアーズ連隊の戦友たちとの再会を楽しんでいた。また、オランダ人のある家族は、祖国解放への貢献に感謝し、ミンゴーやホワイトに毎年チューリップの球根を送っていたという。2001年、ボムのレストアが行われた。 この際、ボムの先行を伝える名板が送られ、車体には当時を再現した塗装が施された。ありがとうございます。